Thank you.
明を。これ、私のボールです。私のお気に入りのボールですね。こっちにもフィンがついてるんで。フロント。フロントがフィンが。逆にも進めますよ。要するに。こういう風に。なるほど。いろいろトリックが多彩にできるんで、面白いです。最高にお気に入りです。一般的などれぐらいなんですか？僕で正確に言うと51センチです。いつもこのパターン？そうですね、僕は自分で51センチって決めてるんで。ただもっと狭い人の方が多いです。その方がなんか回りやすい。もうちょっと狭い方が板を抑えられますね。僕はちょっと広めで持ってますね。でも今日結構アグレッシブに回ってましたね。はい、回転系も、うん、ワンフットが確実にできるようになったね。良くなって、あの大会に向けてのそうです、このエスカレートがまだちょっと出してないものもありますから。マルヒのマルヒのマルヒの技、日本の大会でも出さずじまいでした。相手次第で出してちょっと勝ち残ろうかなって。小出しにして、小出しに最初から見せちゃうと手の内分かっちゃう。隠しながら。そういう意味ではここで練習するっていうのはすごいシークレットでいいな。いいですね。こう誰も見てないんで。誰も見てないし、まあカメラマンだってね。いや、いいですよ。すごい、ね、あの新開発技を開発する。そうですね。ここいい。誰もバレない。バレないで。この幅が永遠こう。これね、もっと長かったら最高に。最高に。贅沢です。これで文句なんですか。大島さんのボード、ステール、お気に入りのボード、ステールをちょっとね、来てもらって。朝はこれ、途中からですよね、これね。今日の風、あのサイズぐらいではこれは十分。これもう基本的にはカイトのパワーさえあれば、うん、どんな時でも大体これ1枚。本当はこれ1枚でいいわけ。ただ今いろいろあのカブリナもボードが出てきてるんで、これは完全にディレクトナルって前にピンがついてないですから、ね。はい、一方向でやっぱりウィンドサーフィンスタイル。はいはい、ここがこうレールがダブルエンダーになってるので、うん、ウェイクボードのようなレールしてるんで、結構ハードレールで噛み合ってるというか、ウェイクみたいな、だからオーバーパーにも耐えられるので、すごく今日の雰囲気では朝の雰囲気はジャストオーバー、いや、とてもない、あれでジャストぐらい、ジャストぐらい、ね、あのサイズがいくらか、ブラックティップの 9.4 この時は結構バリバリなってて、そうですね。これさ、でももうね、こっちはもう終わっちゃったから。昨日こっちでしたもんね。じゃあもう行った。あ、朝もこっちでしたもんね。これバーベキューできるよ。おー、上は上がった。
この木結構燃えてね、上ここなあ。どうも近いこれをくしゃっとやって嗅いで、匂わくしゃっとやって、オープン、ああ本当だ、似合うリーンね、こうくしゃっとやって、これをこれのこの X のあのいい匂いだね、瓶が売ってるんですよ、それあの似合うリーンって風呂に入れて、これだって持ってってさ風呂に入れたら高いな、これだって売ってるんですよ、似合うリーン、この似合うリーン、それがあの一番のお土産、オイルこの SSB に入って似合うリーン、あ疲れが取れる、アロマ、風呂にアロマ、だってアロマ、いい匂いだよ、これってなかなかヌメアじゃねえ、かけないからね、こればっかり使ってんの、これ見せて、これやってるのか、これ見せてるのか、これ見せてるのか、これ